時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭、まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。オルコックアラビアンがやっぱり行った。外から1頭ヘロド、そして3番手にゴドルフィンバルム、それから1番エクリプスマッチェム、12番ダーレーアラビアン、そしてそのうちに馬、それから3番ミリオンマウンテン、そして1番人気のエターナルピース。なかなかいい感じ。マッツチャオが並んでいっています。外を通りまして7番タイタニックの謎、しんがりから5番ワイアリーターク、前でありますが前、先頭は軽快に飛ばしますオルコックアラビアン、そしてその後ろから8番ヘロド、ゴドルフィンバルム、エクリプス、それから10番マッチェム、ちょっと離れて12番ダーレーアラビアンであります。内から1頭11番ウマ、3番ミリオンマウンテンマッツチャオがそのうちにいます。そして1番人気のエターナルピース、うまくいっているんではないでしょうか。その外からはタイタニックの謎。さあ世界一を決める冬の陣はいよいよ最後の直線勝負。オルコックアラビアン先頭独走になっている。外から来た来たマッツチャオ、一気に襲いかかる。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。エターナルピースものすごい足、外からはマッツチャオ先頭、デッドとオルコックアラビアン、マッツチャオ懸命に追った。捉えるかマッツチャオ、エターナルピースが内からかわすか、ムチが飛んでいる。エターナルピースマッツチャオ先頭一着、マッツチャオスーパーワールドブリーダーズカップを制しました。獲得賞金は2万5000枚突破。頑張りました。